おはようございます。ちょっと朝からソニーの α7-4 の予約をしようと思ったんですけど、こんな感じで争奪戦に敗れてしまいました。めっちゃショック。こんなに需要があると思ってなくて油断してました。残念。お、来た。もうすでに予約販売開始になって1時間半ぐらい経ちますけど、ようやくレジに進むの画面出てきた。ちょっといろいろやってみます。こんにちは、バルシャークです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ皆さん、本日12月7日ソニーの α7-4 が予約販売開始となりました。で、冒頭の動画でもあったんですけれども、僕も一応朝から公式ホームページのソニーストアの方で予約の争奪戦に参加しておりました。まさかのサーバーがダウンするレベルでめちゃくちゃ混み合ってる予約状況となりましたが、一応ですね、予約をすることができました。いや、実を言うと10時に開始だったんですけれども、最終的に予約が確定したのが午後2時前とかかなになりました。僕の場合は、はい、めちゃくちゃ長かったです。まあ、正確に言うとですね、まあ、今回ちょっといろいろと散財が続いている関係で、カードの上限的な問題で分割払いの手続きをしているので、まあ、それが確定したら予約が本当に確定するっていう状況なんですけれども、もうカートに入れて、お支払いのその細かい手続きとかは全部やっておりまして、あとは確定を待っているところです。まあ、以前 RSC2 を買った時に年内最後の散財かなっていう話をしていたんですけれども、まさかまさかの、直前になって発表があって12月7日に予約販売開始となりました。まあ、そんなわけで結局僕は年内最後の散財はソニーの α7-4 になってしまいました。まあ、これずっと僕ね、買うっていうか、まあなんかドリキンさんとの絡みで買うんですか買わないんですかみたいな話があった時に、まあ結局買うことにしたんですね。まあ、これは別にその押し付けられたからとかそういう意味ではなくて、本当にちょっと買いたいなって思ったから今回買いました。というのはですね、まあ僕今年の6月か7月ぐらいかなにソニーの α7-3、まあ、これ使ってるやつですね、これを購入いたしまして、初めてのミラーレス一眼で動画も撮り写真も撮りみたいな感じで、割とカメラライフ的なものを満喫していました。特にもうこの半年間ないぐらいの Vlog 撮影の中で、いろいろこう使ってみる機会が、今までもともとカメラ趣味はあったんですけれども、より一層いろいろ考えながら使うことができたので、まあ、そんな中でカメラに対する不満みたいなものも同時に出てきたわけなので、まあ、それを踏まえてのマーク4買おうかなっていうふうな決断に至りました。で、今回僕がマーク4に期待していること、まあ、ソニーの α7-3 を使ってみて、まあ、今後僕が毎日使っていく中でもっとここ気持ちよく使いたいなとか、まあ、いろいろ最近特に編集とかにこだわり始めた観点から、こういうことがよりできたらいいなとか、こういうことに挑戦してみたいなっていう、まあ、若干この趣味がどんどん広がっていく中で、こういう機能があったらいいっていう点で気になっているところ、およそ3つほどございますので紹介したいと思います。まず一つね、めちゃくちゃわかりやすい外観の話なんですけれども、バリアングル機能がついていること。これはですね、その買う当時にマーク3にするか、それとも α7C にするかっていう話があって、僕はなんとなくファインダーを覗く作業が好きなので、そのファインダーがね、僕の好きな位置にある α7-3 を買ったわけなんですけれども、動画撮影をしている中で基本的にやっぱり自撮りが多くなってくるんですよね。で、その自撮りをやっていく中でなかなか難しいところがあったんですよね。画角はどういう例ぐらいに撮ると大体どこぐらいまで入るのかとか、まあそういったことをね、感覚的につかみながらで、意外とチルト液晶でも、てかもうバリアングル使わなくても画角は決めれるぐらいにはなんとなく毎日使ってるとね、慣れてくるもんで、バリアングル機能はいらないかなっていうふうに思っていたんですけれども、最近気になっていることとしては、ピントをめちゃくちゃ外すんですよね。これが画角を決める話では、もう本当にこれぐらい腕を伸ばして、まあこれぐらいの焦点距離だったらこれぐらい入るよねみたいな感じで、なんとなく頭の中で計算できるようになったんですけれども、やっぱり撮影している時にピント外してしまっているパターンが多かったのがちょっと自分の中で反省点なんですよ。で、そういった中でやっぱり α7C とかにしといたらバリアングル機能がついて、もうここしかない、例えば料理を食べますとか、どこかに行きました、どこかの景色を撮っていますっていうタイミングで微妙にピントが合っていないことが多くて、ちょっと編集をしている時に気持ちが良くなかった点が多々ありましたので、このバリアングル機能がついているっていうのはめちゃくちゃ嬉しいポイントです。
で2つ目、これもまた外観の話になるんですけれども、右側のこのカメラを握っているグリップの上部にダイヤルが増えたこと。正直な話、今年 Vlog を撮るようになって、それこそ一眼の設定とかをいろいろ考えるようになるまでは、もともとねキャノンのカメラを持っていたんですけれども、基本的に今までは絞りとシャッタースピードぐらいにしか気が回っていなくて、色温度であったりとか ISO 感度であったりとかピクチャープロファイルであったりとか細かい設定とか、デジタル一眼ならではのいろんな機能をうまく使いこなせておりませんでした。それが毎日使うようになって、あ、こういう風な設定にしたらこういう風な感じで撮れるんだとか、こういう組み合わせにするといい絵が撮れて、こういう組み合わせにすると良くない絵が撮れる、あ、今これぐらいの光が入ってきてるからこういう設定で撮った方がいいとか、状況に応じて細かく変えるようにすることが多くなりました。で、その中でソニーの α7 III を運用していった時に、瞬間的に調整したい設定がダイヤルでパッと切り替えれたら楽だなっていう風に思うことが多かったです。実は以前使っていたキャノンの 7D Mark II については、天面の部分に ISO 感度とかそういった設定項目を選択して、それでダイヤルを回して設定できるみたいな感じで、まあ要は右手の2本指で収まる操作っていうのができたんですよね。ただそれが α7 III を使っている時っていうのは、背面の部分に切り替えるボタンがあるので、そこを押して、かつまあ上下操作とかそういうことを行わなきゃいけないので、まあ、こんな感じで見ることが多かったんですよね。だから理想としてはこう構えた状態で変えれるとめちゃくちゃ楽だなっていうふうなのが撮影してて思いました。まあ、そういった点ではダイヤル操作ができる部分が増えているので、撮影中の細かい設定の調整とかがよりやりやすくなるんじゃないかなというふうに期待しております。で、3つ目、これは中身の話ですが、10ビット撮影ができるようになること。最近僕の中で編集のこだわりポイントというか、ハマっているのはカラグレなんですよね。そのカラグレをより楽しむために、まあ明るい部分の情報量がより多い10ビット撮影にちょっと挑戦したいなっていう、まあこれは完全に僕のエゴなんですけれども、自分の中にこの向上心があるうちに、そういった機材があるとプラスアルファ自分の中でもっともっと技術を磨くことができるのかなっていうふうに、まあ趣味ながら別にプロじゃないんですけれども、ちょっと思っておりました。なんだかんだもちろんその 4K の 60fps とか、例えばドリキンさんだったら、まあ、6K とか 12K とか、より高画質で、まあ、いろんな撮影素材があって、それをどういう風に編集するかとか試行錯誤ができるわけなんですけども、僕は基本的にも 4K の 30fps で 8bit っていうところが、まあ、MAX で決まっているので、まあ、よりいろんな編集素材を扱ってみたいなという風な個人的なエゴでちょっと気になっているポイントです。もちろん10ビット撮影にすることによって動画の編集自体がめちゃくちゃ重くなってくるんですけども、最近僕は M1 Pro のこの MacBook Pro のおかげでいろいろな編集ができるようになってきました。まあこういったね機材をさらに活用するということでも、この10ビット撮影はめちゃくちゃ僕が今注目しているポイントです。まあそんな感じで、まあおおよそ3つほど、バリアングルが使えること、まあ天面のダイヤルが増えていること、そして10ビット撮影ができるようになること、まあこの3つの観点で今回僕はソニーの α7 Mark IV を、購入することにしました。まあ、正確に言うとまだ審査が終わっていないので確定はしていないんですが、一応予約日当日に予約をすることができました。ちなみに言うと、僕が予約できた1時半ぐらいかな、ソニーのそのソニーストアの一番最初のページの部分がちょっとレイアウトが変わっていたので、多分そのあたりぐらいから次に控えている消費者の方が買い物できるようになってたんじゃないかなってところで、そこに綺麗に滑り込めた形で今回購入することができました。もちろん他のねヨドバシとかのサイトでも取り扱っているので、そっちで購入してもよかったんですが、まあソニーストアで保証とかのケアが受けれるっていう観点から今回ソニーストアで注文いたしました。まあさすがにちょっと4時間ぐらいかかったというところから、初期出荷に間に合わない可能性は全然あるんですけれども、早ければ10日後の17日に手に入るのかなというふうに思います。そんな感じで年内最後の第3弾ということで、ソニーのα7 IV を購入したという報告動画でした。